僕は都内に住む26歳会社員のポンタです。実は相談があってお便りいたしました。実は5歳年上の上司を好きになってしまったのですが、彼女は夢を持ち仕事をバリバリこなす僕なんかとは住む世界の違うかっこいい女性です。どうしても一歩を踏み出せない僕に勇気を与えてくれる物語はないでしょうか。わかりました。そんな勇気のないポンタさんにぴったりの物語を紹介しましょう。こんにちは、徳井空です。いやちょっとお便りがね雰囲気があったのでちょっとカッコつけちゃったんですけども、さあというわけで始まりましたちゃんもの。まずはですね、お悩み解決物語ということで、皆さんのお悩みに何か答えや勇気きっかけになるものがあったらいいなと期待を込めたコーナーになっております。今日のお悩みはですね、住む世界の違う女性に恋をしたポンタさん。そんなポンタさんにはお題モンスター娘との恋愛が登場するお話から篠原家の百鬼夜行という物語を紹介したいと思います。これを読めば遠くに感じていた上司が思ったより近くにいると思えるのではないでしょうか。それでは早速読んでいきたいと思います。ちゃんもの篠原家の百鬼夜行第1話、篠原家の長女とお岩さん。冷たいと錯覚させる白い手が肩の上に乗る。気づいてゆっくりと振り向くのは長い髪を頭の後ろで一括りにした篠原家長女篠原亜希。県内有数の進学校に通う才女である。容姿も端麗で同級生に限らず先輩後輩果ては教師にまで頼られる彼女。そんな彼女だったが、家にいるときは学校にいるときのような大和なでしこ然とした雰囲気は一切なかった。むしろ逆という方がしっくりくるほどである。脱いだ服は脱ぎっぱなし、靴下は丸まったまま。おしゃれはめんどくさいからと家では上下セットの紺色のジャージを着てリビングのソファーで寝転がり漫画を読む。そんなちょっとだらしないどこにでもいる少女だった。あきちゃん、ダメですよ。ちゃんとしてないと死んでから後悔することになりますよ。そんなあきをいさめるのは真っ白な師匠族をまとった20歳くらいの女性である。つやのある黒髪に雪のように真っ白な肌、細身で身長こそ低いものの金星の取れた体型は美しく映える。けれどもその美しさを差し置いて何よりも特徴的なのはうっすら半透明な体だろうか。名前をお岩、篠原家に居つく私寮である。そんな彼女がソファーに寝転がる秋の肩にもう片方の手を乗せて言い含めるようにその肩を揺らす。幽霊のあんたが言うとなんだか説得力あるような気がするわ。じゃあしっかりしてくださいよ。あきちゃんはせっかく魅力的なのになんだか魔女っぽいですよ。というか私は幽霊じゃなくてゴーストです。幽霊なんて昭和的なダサいものはもう卒業しました。いやそれ一緒じゃんよ。違います、足が生えました。あ、本当だ。てかそんなことできたんだ。気づいたらできてました。どういう仕組みよあんたら。人外にそういうのを尋ねるのはタブーですよ。というか私もわかりませんし。
お岩が自慢げに自らの足元を指して、アキはほへーっと呆れるように感心する。アキのその様子を見て満足げにない胸を張ったお岩はまたアキの方へと向き直る。話を戻しますけど、アキちゃん、家を出て一人暮らししたらどうするつもりなんですか？そんなだらしなかったら生活していけませんよ。私、家で暮らすし、お母さんとか妹とかあんたに面倒見てもらうからいいもん。働いてお金だけ稼ぐわ。そんなこと言って、結婚してからはどうするんです？家には多分いられませんよ。結婚とかしないから。そんなんだからジャージ姿の魔女になっちゃうんですよ。結婚しないなんてそんなつまらないこと言ってどうするんですか？だってさ、私にはお岩がいるもん。読んでいる漫画から目を離すこともなく、アキはさらりと言い放った。アキちゃん、それってやっぱりそういうことですか？でも私、資料ですし、女ですし。でも嬉しいですよ。どうしよう。頬に両手を当てて、いやんいやんと体をくねらすお岩。そんな彼女を見て、やっぱお岩さんちょろいわ、アキは思った。なんだか遠い世界にいると思っていた幽霊がこうちょっと親身になってたりとか、ちょっと意外な展開もあり、そんなね素敵なお岩さんがお家の面倒を見てくれたらすごくいいななんてちょっと私はね憧れちゃいましたけども、ボンタさんいかがだったでしょうか？ちょっとでもねこれを参考に力になったら嬉しいと思います。ちゃんもの。さあ続いてはこちらのコーナーです。青空ゼリフ。こちらはですね、たくさんある物語の中から私チョイスで面白いな、紹介したいなというものを選ばせていただきました。作品名、タイトルも紹介するので、気になった方はぜひ読んでみてくださいね。それでは紹介していきます。一平、早く来い、敵は目の前じゃ。行くぞ、突撃。ちょっと引っ張っていく感じがあってかっこいいですね。行ってみたい。私、怪獣になっちゃった。人間じゃなくなっちゃった。もう帰れないんだ、帰れないんだよ。ごめんね、まこちゃん、本当にごめんね。巨大な島になってしまった少女、しまったなぁなんてね。カジ、暇やろ、起業しようで。いい加減おとなしくしないとぶっ飛ばすぞ。おい、なんていうかキラキラしてたよ、君の頭の電球。ピカピカ雫はピカピカの光の粒になったんだ。砕けて小さくなってしまったけど、公園全体がピカピカ雫になってるんだよ。うん、皆の者、よく頑張ってくれた。みんなのおかげでこの勝利をつかむことができたのだ。大手、そして大手、そして大手、大手、大手。将棋部ということで、将棋ね、女の子の将棋も流行ってますからね。お召し物はそれで大丈夫ですか？ね、ちょっと相談に乗ってくれないかな。はあ、こんな耳元で言われたらキュンキュンキュンですね。ボンジュール、ジュマペールギルチーヌ。まあ日本流に言えば私の名前はギロチーヌですって名乗ったんだもん。君、変わってるのね。パンチラを見ても興奮しないで、
冷静でいられるなんて。冷静でいられるなんてすごいですね。もしあの頃の私に何かアドバイスができるのなら、もしかして未来は変わるの？タイムリープ系いいですね。ありがとうプル。お兄ちゃん一生ついていくプル。うりゃ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 うりゃ。違法の魔人死ね。戦国樹林。必殺技系は言いたくなりますね。この地球人が。お嬢様口調の火星人ってのはどんなビジュアルなんでしょう。亮太くん、頭雪だらけだよ。払ってあげるね。うひひひひ、やっぱここは天国だわ。私ね、夏の夜しか知らないの。ちゃんもの。さあ、というわけで青空ゼリフいかがだったでしょうか。いや、ちょっと一言だけ切り取ってもすごくね、こういろんな物語を想像できるというか、どんなお話のどんな部分のセリフなんだろうっていうのを皆さん気になったことかと思います。ぜひぜひね、あの物語の方もチェックしてみてください。というわけでここまであっという間でしたが、今回のちゃんものはここまでです。今回紹介した物語やセリフ気になりましたら、ぜひチェックしてみて感情ボタンを押したりして楽しんでくださいね。今後もこんな感じでどんどん紹介していくので、皆さん、物書きの皆さん、ぜひぜひ素敵な作品の投稿お待ちしております。番組もサイトもどんどん進化していきますので、引き続きよろしくお願いします。ここで物語 .com からのお知らせです。物語 .com をさらに楽しむためのデジタルマガジン、その名も月刊物語 .com、 そのままですね、の創刊が決定しました。ランキングや投稿作品、物書き表紙やおすすめ誌さんの紹介はもちろんのこと、月刊物語 .com 独自のコンテンツもあるということです。皆さんぜひ物語 .com と合わせて楽しんでみてくださいませ。発売日と詳細については近日お知らせ予定です。というわけでこちらもぜひお楽しみに。というわけで番組もお別れの時間になりました。また次回お会いしましょう。徳井空でした。バイバーイ。